岡本喜道作半七鳥物町より三河漫才1ある年の正月門松のまだ取れないうちに赤坂のうちを訪ねると半七老人は格子の前に突っ立って初春の巷の行きいを眺めているらしかったいやーいらっしゃい まずおめでとうございます。いつもの座敷へ通されて、念頭の挨拶が型のごとくに済むと、おなじみのばあやが塗装の禅を運び出してきた。私がここのうちで塗装を祝うのは、この時が二度目であったように記憶している。今と違ってそのころは、年齢をはがき一枚で済ませる人がまだ少なかったので。 表には日の暮れるまで人通りが絶えなかった。獅子の林や漫才の鼓の音も春めいて聞こえた。麹町あたりよりこちらの方が賑やかですね。と私は言った。そうでしょうね。と老人は頷いた。以前は赤坂よりも麹町の方が繁盛だったんですが、今ではあべこべになったようです。 麹町も赤坂も昔は山の手扱いにされていた土地で下町に比べるとお正月気分はずっと薄かったものです川柳にも下戸の例赤坂四谷麹町などとあるつまり上戸は下町で酔いつぶれてしまうが下戸は酔わないから正直に四谷赤坂麹町まで改礼をして歩くわけで 春早々から麹町や赤坂などの年始回りをしているのは野暮な奴だというようなことになっていたんです。しかし漫才だけは山の手の方にいいのが来ました。武家屋敷が多いので、いわゆる屋敷漫才がたくさん来ましたからね。明治以後には出入り屋敷というものがなくなってしまいましたから、漫才も一年ごとに減っていくばかりで、 やがては絵で見るだけのことになるかもしれません。どこの屋敷にも出入り漫才というものがあったのですかと私は聞いた。そうです。屋敷漫才はめいの出入り屋敷が決まっていて、他の屋敷や町あいは決して立ち入らないことになっていました。幾日か江戸に登留して、自分の出入り屋敷だけを一回りして、 そのままずっと帰ってしまうのです。町屋を県別に回る町方漫才は、小じき漫才などと悪口を言ったものでした。そういうわけですから、漫才だけは山の手の方が上等でした。いや、その漫才について、こんな話を思い出しましたよ。どんなお話ですか いや座り直してお聞きなさるほどの大事件でもないので。あれは何年でしたか。文久三年か、元治元年、なんでも12月27日の寒い朝、神田橋の御門街、今の鎌倉菓子のところに、一人の男が倒れていました。男は25、6の田舎者らしい身なりで、懐に 女の赤ん坊を抱いていた。それがこのお話の発端です。男は息が絶えていた。師走の風の寒い一夜を死人の懐に抱かれていた赤子は、もう泣きかれて声も出なかったが、これはまだ幸いに生きていた。つい目と鼻の間の出来事であるから、剣士のまだ降りないうちに、 半七はすぐにその場へ駆けつけてみると、死んだ男の体には何も怪しい傷の跡はなかった。抱いている赤子にも別状はなかった。しかし半七を驚かしたのは、その赤子が二本の鋭い牙を持っていることであった。赤子は生まれてからまだ二月か三月しか経つまいと思われるぐらいの水子であったが、 その上顎の左右には一本ずつの牙が生えていた。俗に言うおにっこである。このおにっこを抱えて往来に倒れていた男。それには何かの死災があるらしく思われた。近所の人にだんだん問い合わせると、前の晩の夜更けに彼によく似た男が通りがかりの夜高そばを呼び止めて、寒酒を飲んでいるのを見たものがあるとのことであった。 それらの話から考えると、彼は寒さしのぎに寒酒をしたたかに飲んでの前後不覚に酔い倒れて、とうとう小え死んでしまったのではあるまいかと半七は判断した。彼は木綿の財布に小銭を少しばかり入れているだけで、他には何にも手がかりになりそうなものを持っていなかったが、半七はその右の手のひらの鼓だこを改めて、 彼はおそらく才造であろうとすぐ鑑定した。たとえ漫才であろうが才造であろうが、勝手に暗らいよって凍え死んだというだけのことであれば、別に難しい詮議はいらない。そのまま町役に引き渡してしまえばいいのであるが、彼の懐に抱えていた赤子の来歴がどうもわからなかった。他国者の才造が赤子を抱えて、 寒い夜中に江戸の街中をさまよい歩いていたという、その理屈が飲み込めなかった。ことに赤子が二本の怪しい牙を持っているだけに、その疑いはいよいよ深くなった。やがて、町奉行所から当番の役人が出張して、医師も立ち会いで検死を済ませたが、死人の体には死災なく、 やはり大酔いのために道端に倒れて前後不覚のうちに凍死を遂げたものと決められてしまったしかし彼の抱えている鬼っ子の正体は係り役人にもわからなかった半七は八丁堀同心菅谷弥平の屋敷へ呼ばれたどうだ半七今朝の生き倒れは何者だと思う あんな因果物を抱えているのを見ると、ヤシの仲間か,かなあ。と、ヤヘイは言った。さあ、手のひらの硬い具合が、どうも才像じゃねえかと思いますが。うん、俺もそう思わねえでもなかったが、ヤシならば理屈がつく。やあ、ポンポンの才像じゃ、どうも氷則が合わねえじゃねえか。ごもっともです。 七も考えていたしかし旦那の前ですがその表則の合わねえところに何かうまみがあるんじゃありますまいかともかくもちっと洗い上げてみましょうせっきしわすに気の毒だなあんまりいいお歳ぼでもなさそうだが鮭の頭でも拾う気でやってくれかしこまりました半七は受け合って八丁堀を出たが どこから手をつけていいか、ちょっと見当が決まらなかった。大江戸の年の暮れに、漫才や才蔵を探して歩くのは、その相手のあまり多いのに耐えなかった。何とかして手っ取り早く探し出す工夫はあるまいかと考えながら、師走の忙しい往来を、本郷の方角へぶらぶら歩いてくると、橋のたもとで、二十四五の男に出会った。やあ、親分。 彼は,は亀吉という手先であった元は豆腐屋のせがれで道楽の果てから半七のところへ転げ込んできたので仲間では豆腐屋亀と呼ばれていた「おい豆腐屋いいところで面を見たおめえに少しつけてもらいていことがあるんだがおめえは鎌倉菓子の生き倒れを知っているか?」。 知っています。今、お前さんの家へ行って、姉さんから詳しい話を聞きました。その生き倒れの抱えていた因果物というのが変じゃありませんか。それを少し洗ってみてえんだ。才蔵が因果物を抱えて生き倒れになっている。どう考えても変じゃねえか。変ですとも。うっちゃっておくと、よその仲間に飛んだ鼻毛を抜かれますぜ。 そんなことがねえとも言われねえ。二人は立ち話で相談を決めた。亀吉は同じ古文の全八と手分けをして、亀吉は因果物詩の方を調べる。全八は漫才の群れをあさる。こうして両方から洗い上げていったら、何かそこに一つの手がかりを見つけ出すであろうとのことであった。じゃあ、頼むぜ。亀吉に頼んで、 半七は三河町の家へ帰った。その夜の五つ、午後八時過ぎになって、亀吉は寒そうな顔を三河町へ持ってきた。何分にも自分一人では手が回らないので、彼は他の子分どもにも火星を頼んで、江戸中の野子や因果物子をそれからそれへと宣言したが、この頃に鬼肉子などを取り扱ったものもなかった。 おにっこなどを取られたものもなかった。ヤシ仲間の仙義の鶴はもう切れた、と亀吉は落胆したように話した。そうすると、因果物には何もかかり合いのねえ素人のガキかな、と半七は考えながら言った。まあそうでしょうね。 ヤシの仲間で猫の子を亡くしたとか言って力を落としている奴があるそうですが、猫の子じゃしょうがありませんからね。そうよ。今朝のは確かに人間の子だ。猫の子じゃねえ。言いかけて、半七はまた考えていた。生き倒れの才造が懐に抱えていたのは、決して猫の子ではなかった。いくら因果物のにっこでも、 それが確かに人間の子である以上、それを畜生の子と一緒にみなすわけにはいかなかった。しかしその一緒にみなされないものを一緒に結びつけて考えるのが自分たちの目の付けどころであると半七は思った。人間の子と猫の子と、そこにはどういう不思議の因縁が絡まっているかということを彼はいろいろに考えてみた。 そこで、その亡くしたとかいう猫の子は何だ金目か銀目かそれとも尻尾が二三本あるとでも言うのかそれは聞きませんでした。猫の子じゃしょうがねえと思ったもんですから。と、亀吉は決まりが悪そうに頭をかいた。すると、その鬼っ子と猫のこと何かかかり合いがあるんでしょうかそりゃあまだわからねえ。が、 それがどうも気になる。ご苦労だがもう一度言って、その猫の子をどうしてなくしたのか、その猫はどういう猫か、詳しく聞いてきてくれ。ようございます。全八の方からは何も言ってきませんかえあいつの方からはさたなしだ。だが、あいつの方はちっと面倒だから、すぐには行くめ。何しろ頼むよ。亀吉は承知して帰って 明くる28日の朝は空っ風が吹いた。夜限堀の年の一は寒かろうと噂をしながら半七は孔子の外に立って町内の仕事士が門松を立てるのを見ていると亀吉は356の男を連れてきた。親分この男を連れてきましたよ。わしの股引きで何か間違うといけねえからその本人を引っ張ってきました。 そうか。いや、お前さん、石器の忙しいところをご苦労でした。まあ、どうぞ、こっちへ入ってください。ごめんください。男は恐る恐る入ってきた。彼は赤ら顔の小太りに太った男で、左の眉の外れに包装の跡が二つばかり、大きく残っているのが目についた。彼は下屋の稲荷町に住んでいる、 富蔵と名乗ったただいま亀さんのお話を伺いましたら何か私にご用がありますそうで何用というほどの難しいことじゃあねえので亀吉はどんなことを言って脅かしたか知らねえが実はほんのつまらねえことでわざわざ来てもらうほどのことでもなかったほかじゃねえが お前さんはこのごろに猫の子をどうかしなすったかえええと富蔵は案外らしい顔をした。それを何かご詮議になるんでございますかいや別に詮議というほどのかくばったことじゃねえ。ただ私の心得のために少し聞いておきたいことがあるのだ。ええー。 富蔵はまだ飲み込めないように相手の顔を眺めていた。そんなことは嘘かえ何かのお間違いで私は一向に存じません。話がまるで違っているので亀吉も黙ってはいられなくなった。おいおい何を言うんだお前が大事の猫を逃がしたと言って散々愚痴をこぼしていたということは 仲間の者から聞いて知ってるんだ。隠しちゃいけねえ。さもねえと、俺が親分に嘘をついたことになる。よく後先を考えて返事をしてくれ。でも、私は何にも知りませんのでございますから。富蔵は、しゃがれ声でスラスラと弁じながら、あくまでも知らないと合情を張った。亀吉はとうとう腹を立てて、 けんかしでしきりに問い落とそうと試みたが、彼はどうしても口を開かなかった。自分は商売ものの猫の子を亡くした覚えはないと固く言い切った。亀吉もこんまけがして、親分の顔色をうかがうと、半七は静かにうなずいた。よし、わかったわかった。こりゃあ何かの間違いにそいねお前さん。 朝っぱらからとんだ迷惑をさせてどうもお気の毒でした。まっ堪忍して帰ってください。じゃあもう帰りましてもよろしゅうございますか。と富蔵はほっとしたように言った。本当に堪忍しておくんなせそのうちに何かで埋め合わせをするから。どういたしまして恐れ入ります。じゃあこれでごめんをこむります。 早々に出てゆく富蔵の後ろ姿を見送って、亀吉はいまいましそうに下打ちをした。あの野郎、おっちゃくなやつだ。今日は無事に返してやっても、すぐに証拠をあげてもう一度引きずってきてやるから、覚えてやがれ。まあ、暑くなるな。と、半七は笑いながら言った。あの野郎、猫を亡くしたにそいね。 さっきからの様子で大抵わかっている。だがそれをむやみに隠すというのがわからねえ。ここでいつまでも言い合っていてもンはひねえから、今はおとなしく返してやって、あいつのうちの近所へ行ってそっと聞いてみる方がいい。御用じまいで俺も今日は暇だから、昼飯でも食ってから一緒にブラブラ出かけてみよう。お前さんが一緒に来てくんなさりゃあ大丈夫です。あの野郎、 俺に恥をかかしやがったから、ぜが非でも証拠をあげて、ぎゅっという目に合わしてやらにゃあならねえ。と、亀吉は激しい剣幕で、時刻の来るのを待っていた。昼飯を食って、二人がこれから出かけようとするところへ、全八がぼんやりしてやってきた。どうも面白い見つけ物はありません。ご存知の通り、麹町の三河屋は、 屋敷漫才の定宿で、毎年五、六人はきっと巣を作っていますから、念、ね、のためにそこへも行ってみると、案の定そこにもう五人ばかり来ていました。その中で、一丸太夫という男の才像がまだ揃わないので、太夫は心配して朝から探しに出たそうです。以前は日本橋の四日市に才像市というものが開かれて、 三河から出てくる漫才どもは、皆その位置へ集まって、思い思いに自分の才造を選ぶことになっていたが、天保以後にはそれがもう廃れて、漫才と才造とは来年を約束して別れる。そして、その年の暮れに漫才が重ねて江戸へ下ると、主に阿波、カズサ、下尾佐から出てくる才造は、約束の通りその城宿へ訪ねて行って、 再び連れ立って江戸の春を祝って歩く。それがこの頃の例になっているので、漫才はその都度に才蔵を選ぶ必要はなかった。音獄同士の約束は、はなはだ不安のようではあるが、義理の堅い才蔵は、万一自分に病気その他の差し支えがある場合には、差し紙を持たせて必ず代人をのぼせることになっているので、大抵は間違いもなしに住んでいた。 その才造が約束通りに訪ねて来ない。またその代人もよこさないとあっては、漫、ま、才の一丸太夫が当惑するのも無理はなかった。いくら立派な出入り屋敷をたくさん持っていても、才蔵を釣れない漫才は、武家屋敷の門松をくぐるわけにはいかなかった。その才造は何という名で、どこのやつだと半七は聞いた。 下うさの古賀のやつで、松若と言うんだそうです。松若、しゃれた名だなあ。と、亀吉は笑った。すると親分、その松若が千ものですね。で、その一丸太夫というのには合わねえんだな。と、半七は念を押した。合いません。と、全八は答えた。 何でも五十二三の大柄の男で、酒を飲むとむやみに陽気に騒ぎ散らすと宿の女中が話していました。普段は真面目な面をしているが、なかなか道楽者らしい男で、酔うと三味線なんぞをポツンポツンやるということです。そうか。それじゃあもう一度その三河屋へ行って、一丸太夫の帰るのを待っていて、その才蔵というのはどんな奴か。 またその鬼っ子に何か心当たりはねえかよく調べてくれ。全八を出してやって二人は下屋の稲荷町へ足を向けた。朝からの唐っ風が白い砂煙を吹きまいている江徳寺前をうろついて洋々ようようにヤシの富蔵の家を探し当てた。鍵の手に曲がっている路地の奥で隣の空き地には 稲荷のやしろが祀られていた。近所で聞いてみようと辺りを見回すと三重格好の女房が真っ赤な手をしながら井戸端で大束の冬菜を洗っていてそのそばに七つ八つの男の子が立っていた「もしおかみさんへ?」と半七は近寄って馴れ馴れしく声をかけた「あそこの富蔵さんはお留守ですかえ?」。 富ミさんはいませんよ。と、女房はそっけなく答えた。今日はヤんぼりの方へでも行ったかもしれません。富ミゾは一人者で、ヤシとはいうものの、自分が強行をしているのではない。どこかの見せ物小屋に雇われて、木戸んを務めているらしいことは、亀吉の報告でわかっていた。半七は小声でまた聞いた。あの富ミさんのうちに、 猫が飼ってありましたか猫ですかあの猫じゃ。言いかけて、女房は口をつぐんでしまった。その猫がどうかしましたかえ女房は自分の後ろをちょっと見返って、やはり黙っていた。素直には言いそうもないと思って、半七は懐に手を入れた。ここにいるのは女将さんの子供かえ おとなしそうな子だ。おじさんがお歳暮にタコを買ってやろうじゃねえか。ここへ来ねえ。髪入れから一種銀を一つつまみ出してやると、裏棚の男の子は驚いたように彼の顔を見上げていた。女房は前だれで濡れ手を拭きながら礼を言った。どうもすみませんね。こんなものをいただいちゃ。お前、よくお辞儀をしなさいよ。 何お礼には及ばねえ。そこでおかみさん。しつこく聞くようだが、その猫がどうかしたのかえその猫が逃げたんじゃねえか逃げたのならまだいいんですけど。と女房は小声で言った。殺されたんですよ。誰に殺されたそれがおかしいんですよ。トミさんのいない留守に。 けと間違って殺されてしまったんですがそりゃあ無理もありませんあの猫は踊るんですものそれじゃあ商売ものだねまあそうですこれからだんだん仕込もうというところを化け猫だと思って殺されてしまったんですよ富さんも大変に怒りましてね一瞬人の聞き目で女房はその日の出来事をペラペラとしゃべりだした 三。富蔵の隣に、おつがという二十五六の小粋な女が住んでいる。よほどだらしのない女で、旦那取りをしているというのであるが、決まった一人の旦那を守っているのではないらしく、大勢の男にかかり合って、一種の地獄同様のみだらな生活を営んでいるのだと、近所ではもっぱら噂された。そのおつがのところへ、 稀に尋ねてくる五十くらいの男があって、それは自分のおじさんで一年に一度ずつ商売用で上州から出てくるのだと彼女は言っているが、どうも上州のではないらしく、また本当のおじさんではないらしい。それも例の旦那の一人であろうと長屋中の者には認められていた。死後日前の夕方に、 そのおじという人が久しぶりに訪ねてくると、あいにくおつがはいなかった。彼は一人者で外へ出るときに表の戸にしっかりと女を下ろしていくので、おじは入ることができなかった。薄暗い角口にぼんやりと立っている男の姿を気の毒そうに見て、井戸端から声をかけたのがこの女房であった。黙っていればよかったが、 おつがさんの帰るまで隣の家へ入って待っていろと彼女は教えてやった隣は富蔵の家で彼は戸を開け放したままで町内の銭湯へ出て行った留守であったが取られるようなもののある家ではなしことにその男の顔も見知っているので女房も安心してそう教えたのであった少し酔っているらしい男は礼を言って隣へ入って あがりがまちにこしかけているらしかったが、そのうちに、しゃみせんをぽつんぽつんと引き出した音が聞こえた。彼はおつがの家へ来ても、時々にしゃみせんを引くことがあるので、女房も別に不思議には思わないで、自分の米をといでしまって家へ帰った。それからが騒動なんですよ、と女房は顔をしかめて話した。 トミさんの家で何かドタンバタンという音が聞こえたからどうしたのかと思って駆けつけてみるとトミさんは湯上がりの頭からポッポ煙を立ててそのおじさんという人の胸ぐらをつかんでひどい剣幕で何か掛け合いをつけているんですだんだん聞いてみるとその人がトミさんの猫をぶち殺してしまったという一件なんですなぜ殺したんだろう出し抜けに踊り出したのかえ 半七は聞いた「そうなんですよ踊りだしたんですよ」。女房の説明によると富蔵は自分の飼っている白い子猫に踊りを仕込むために長火鉢に炭火をカンカン起こしてその上に銅の板を置くそれはちょうどかの文字焼きを焼くような手工であるその銅の板の熱くなった頃に 子猫の胴中を浅縄で縛って、天井から火鉢の上に吊り下げて、四本の足がちょうどその胴の板を踏むようにすると、板は焼けきっているから、猫はその熱いのに驚いて、思わず前後の足を代わる代わるにひょいひょい上げる。それを待ちもうけて、富蔵はつま引きで三味線を引き出すのである。もちろん初めのうちは、猫の足取りを見て、 こっちでうまく調子を合わせていかなければならないのであるが、それがだんだんに慣れてくると、猫の方から調子に合わせて、前後の足をひょいひょいと上げるようになる。さらに慣れてくると、普通の板や畳の上でも、三味線の音につれて自然に足を上げるようになる。見せ物小屋で生やしたてる猫の踊りは、皆こうして仕込むので、 富蔵も二月ほどかかってこの白猫を鳴らした。根気よく鳴らして教えて、猫もどうやらこうやら商売物になろうとしたところを、かの男に突然ぶち殺されてしまったのである。もちろん殺した方にも相当の理屈はあった。彼はかまちに腰をかけて、ぼんやりと待っている退屈紛れに、壁にかけてある三味線をふと見つけて、 少し酔っている彼は、その三味線を下ろしてきて、ポツンポツンと引き始めると、長火鉢のそばにうずくまっていた白猫が、そのつまびきの調子に合わせて、にわかに踊り出した。彼は実にびっくりした。薄暗い夕方の大間が時に、猫がふらふらと立って踊り出したのであるから、異常の恐怖に襲われた彼は、もう何も考えている余裕もなかった。 彼は持っている三味線を持ち直して、猫の脳天を力任せに殴りつけると、猫はそのまま、ころりと倒れて死んだ。そこへ飼い主の富蔵が帰ってきた。誰が何と言おうとも、人の留守へ無断に入り込むという法はないと、富蔵は怒った。おまけに大切な商売物をぶち殺してしまって、この始末はどうしてくれると。 彼は目の色を変えてたけった。けっその事情が分かってみると男もひどく恐縮していろいろに謝ったが富蔵は承知しなかった自分もかかり合いがあるのでかの女房も一緒に口を添えてやったが富蔵はどうしても聞かないで殺した猫を生かして返すかさもなくばその償い金を十両出せと迫ったそれをいろいろに謝って 結局、半金の五両に負けてもらうことになったが、男にはその五両の持ち合わせがないので、どうか大晦日まで待ってくれと頼むのを、富蔵は無理に押さえつけて、腕づくでその紙入れをひったくってしまった。しかし、紙入れには三部ばかりしか入っていなかったので、富蔵はまだ了見しないで、これから俺と一緒に行って、すぐにその金を工面しろと責めているところへ、 ちょうどにおつがが帰ってきて、きっと自分が受け合うから、今夜のところは勘弁してくれと、しきりに富蔵をなだめて、無事にその男を自分の家へ連れ込んだ。富蔵の猫は、こういう事情で失われたのであった。彼が半七に対して、あくまで知らないと強情を張っていたのは、たとえ自分に相当の利があるとはいえ、 物取り同様に相手を手ごめにしてその紙入れを舞台に取り上げたという後ろぐらい角があるからであろうと想像された。それからどうしたねその男は後金を持ってきたらしいかえと半七はまた聞いたその晩は無事に住んでその人はそれからおつがさんの家でこいっときも話して帰ったようでしたがそのあくる晩また出直してくると なんだかおつがさんとけんかを始めて両方が酔っていたらしいんですがおつがさんはその人を捕まえて表へ突き出してしまったんです。ひどい女だな」と亀吉は目を丸くした「そりゃなかなか強いんですから」と女房はあざけるように笑っていた。 お前さんのような育児なしはどうだとかこうだとか言ってそりゃあもうひどい剣幕で仮にも世間に対してはおじさんだとか言っている人をさんざん小突き回して表へ突き出してしまったんですそれでもその人は何にも言わないでおとなしくしをしおと出て行きましたもっともおつがさんにかかっちゃ大抵の男はかなわないかもしれませんよ そのおつがさんというのは、うちにいるかえと、半七は後ろを見返りながら聞いた。同じ裏長屋でも、おつがの家は小綺麗に住まっているらしく、軒には亀戸の雷よけのお札が貼ってあった。表の戸は相変わらず情をおろしてあるので、うちの様子はわからなかった。伊ふ部から帰ってこないようですよ、と、女房はまた笑った。 で、どうだい隣の富蔵とおかしいような様子はないかねそりゃわかりませんねあの人のことですから。そうだろう。と、半七も笑った。いや、日の短いのに手まずい絵をさせてすみません。さあ、かめ、もう行こうぜ。女房に挨拶して、二人は路地の外へ出た。親分。 不思議なことがあるもんですね。うん。広い世間にはいろいろのことがある。と、半七は頷いた。だがまあ、ここまで足を運んだ効能はある。それでもう大抵見当はついたが、今度はその鬼っ子の出所だ。いや、それもすぐにわかるだろう。それでお前の方はもう年明けらしい。俺は脇へ回るからここで別れようぜ。 富の野郎はどうしましょうさあ、今のところじゃあしょうがねえ。まあ、売っちゃっておけえ。はい、と、亀吉はしぶしぶに分かれていった。あまり長追いをするほどの事件でもないと思ったが、彼の性分として何でも最後まで突き止めなければ気が済まないので、半七はその足で山の手まで登っていくと、冬の日はもう暮れかかって、 寒そうなカラスの影がお堀の松の上に迷っていた。麹町五丁目の三河屋へ訪ねていくと、筋向こうのタバコ屋の店先に全八が腰掛けていた。親分、行けねえ。一丸はまだ帰らねえそうですよ。と彼は待ちくたびれたように言った。大気にご苦労。その一丸のところへ、 近頃女が訪ねてきたらしい様子はねえか来ました来ました。女中に聞いたら何でも小粋な二十五六の女が二三度訪ねてきたそうです。お前さんよく知っていますね。うん、知っている。と半七は笑っていた。もう大抵わかっているんだから今日はこのくらいにしておこう。おめえも数え日にここでいつまでもずんでもいられめ。 うちへ帰ってカカアがのしもちを切る手伝いでもしてやれ。じゃあもう用がすかえもうよかろう。二人は連れ立って神田へ帰った。寒い風は夜通し吹き続けたので、じばやい江戸に住んでいる人たちは、その晩、おちおち眠られなかった。とりわけて御用を持っている体の半七は、いよいよ目がさえて、まんじりともしなかった。 あくる朝七つ、午前四時ごろから寝床を抜け出して、暗灯の明かりでタバコを飲んでいると、割れるように表の戸を叩くものがあった。誰だ誰だわしです亀ですと、外で慌ただしく呼んだ。豆腐やか、バカに生えいな。家のものはまだ起きないので、半七は自分で立って戸を開けると、 亀吉は息を弾ませて転げ込んできた。親分富蔵がやられた四。4. ミスミス猫を亡くしたのを強情に知らないと言い張って、たとえ一時でも親分の前で自分に恥をかかした富蔵を亀吉は心から憎んでいた。昨日半七に分かれてから彼は吉原へ遊びに行ったが、 あまりよくも扱われなかったむしゃくしゃばらで、引け前に車を飛び出して、安倍川町の友達を叩き起こして止めてもらった。彼もこの強い風に枕を揺すられて、おちおち眠られずにいる耳元に、人の立ち騒ぐような声が遠く響いた。火事かしらとすぐに飛び起きて、その騒がしい方角へ駆けつけてみると、果たして火事にはそういなかったが、 それは、稲荷町の長屋の一軒焼けで静まった。火事はまずそれで済んだが、済まないのは、その火元に男が死んでいることである。死んだ男は、かの富蔵であった。ひとつ長屋のおつがの死骸も、井戸から発見された。こういうわけだから、私一人じゃいけねえ。お前さんも早く来ておくんなせ。よし。 すぐに行く。何しろ飛んだことになったものだ。半七は身支度をして、亀吉と一緒に出て行くと、師走二十九日の暁の風は、諸刃の大きい剣でなぎ倒そうとするように吹き払ってきた。二人は目口を塞いで転げるように歩いた。稲荷町へ行きついてみると、富蔵の家は半焼けのままで崩れ落ちて、 むせるような白い煙は狭い路地の奥に渦巻いてみなぎっていた。町内の者も,も長屋の者も,もその煙の中に群がってガヤガヤと騒いでいた。どうも想像しいことでした。昨日の女房を見かけて半七が声をかけると慌てまなこの彼も一瞬くれた昨日の人を見忘れなかった。昨日はどうも。 でもまあ、この風でこのぐらいで済めば、湘南でした。湘南はおめでてえが、何か変死があるというじゃありませんか。焼け死んだのですかと、半七は何気なく聞いた。それがわからないんです。あの富さんが焼け死んで、お菅さんも。そうですか。半七はすぐに火元へ行った。 もうこうなっては面をかぶっていられないので、彼は自分の身分を名乗って、家主立ち合いで焼け跡を改めた。近所の人たちが早く駆けつけて、すぐ叩き壊してしまったので、半焼けといっても七分通りは壊れたままで焼け残っていた。半七はその家の周りを見回りながら、ふとその隣の稲荷の祠に目をつけた。 この稲荷様は無事だったんですか火の大きくならなかったのも、お稲荷様のおかげだと言って、長屋中の者も喜んでいます。と、家主は言った。喜ぶのは間違っている。と、半七はあざ笑った。お稲荷様にご利益があるなら、はじめっからこんな騒ぎをしでかさねがいい。 家を焼いて人を殺してご利益もねえもんだ。いっそ刷毛ついでにこの稲荷ももうしてしまっちゃうどうです?」。謀法なことを言うとは思ったらしいが相手が相手なので家主は逃がりきって黙っていると半七は足元にまだチロチロと燃えている木の切れを拾って松明のように振り上げた。ようがすかえこの稲荷に火をつけますぜ。 お前さんとんととでもないこと家主は慌ててその腕を押さえると半七は一切構わずまたどなった。ええ構うものかこんないなり。さあ焼くぞ。こんな火打ち箱のようなちっぽけな祠は瞬、ま、たたく間に灰にしてしまうぞ。野良狐が隠れているなら早く出てこい。いなり様もこれには驚いたのかもしれない。 その声に応じて正面の扉がさっと開いた。しかも吐い出してきたのは野良狐ではなかった。それは頭からすすを浴びた五十前後の男であった。お前は一丸太夫だろう。正直に言え。と半七は彼の腕を掴んだ。どうも稲荷様の中でごそごそ言うと思ったら。 案の定、こんな狐が入い込んでいた。さあ、番屋へ来い。町内の地震板へ引っ立てられていった男は、果たしてかの一丸太夫であった。彼は懐に小刀を飲んでいたが、その歯には血の跡がなかった。お前は富蔵を殺して火をつけたのか恐れ入りました。 一丸太夫は白状した「まったく私は富蔵を殺そうと存じてまいりました。しかし殺さないうちに火事が出て富蔵は焼け死んだのでございます。なぜ富蔵を殺そうとしたわずかの金に差し支えましたのでございます。」。彼は謝って富蔵の猫を殺した始末を正直に申し立てた。 それは長屋の者の,の推察通り、彼は一昨年の春からおつがに関係して、毎年江戸へ出るたびに彼女のところへ訪ねてきて、末のうちに稼ぎためた金の大部分を搾り取られていた。今年も一年ぶりで訪ねてくると、あいにくおつがは留守で、はからずも隣の猫を殺すような間違いをしでかしてしまった。 おつがの扱いで、その場だけは勘弁してもらったのですが、後金の四両一部の工面がなかなかつきません。仲間の者も,のも春にならなければ、まとまった金を貸してくれることはできませんので、私も途方にくれました。差し当たり、おつがの着物でも七に入れて、なんとか融通してもらおうと存じまして、そのあくる晩、 で直して相談に参りますと、剣もほろろの挨拶で断られました。二言と三子と言い合っていますうちに、おつがは気の強い女で、とうとう私を捕まえて表へ突き出してしまいました。いい年をいたして若い女にかかり合いまして、とんだ恥を申し上げなければなりません。それで死を死を帰りますと、 あくる日おつがが私の宿へ押しかけてまいりまして後金を早くどうかしてくれなければ近所へ対して面目がないとせがみますその日はまあなんとかなだめて返しますとあくる日もまた押しかけてきてやかましく申します宿の手前仲間の手前おつがのような女に毎日押しかけてこられましては 私もどうしてよいか、実に消え入りたいくらいで。若い女にさいなまれている老人の懺悔を、半七はあざけるような、また哀れむような心持ちで聞いていると、一丸太夫は恐る恐る語り続けた。そういう次第で私も途方に暮れておりますうちに、宿の女中からふと、 ここんなことを聞きま,したのでございます「昨年の夏ごろから宿に奉公しておりました起きたという若い女中が主の定まらない種を宿してだんだん立ち居も大義になってきたのでこの七月に暇をとって新宿の宿元へ帰って十月の初めに女の子を無事に産み落としました。 ところがその赤子はどうした因果か、生まれる時から上顎に二本の長い牙が生えている鬼でございまして、本人はもちろん、兄弟たちも世間へ対して外分が悪いと申して、ひどく困っているということを聞きましたので、私はすぐにその沖田の家へ訪ねて参りました。沖田とは顔なじみでございますので、 本人に会ってその赤子を見せてもらいますと、なるほど立派な因果物でございます。正直のところ私はとても差し当たって四両一部の工面はつきませんから、この因果物を富蔵のところへ持って行って、猫の片白に受け取ってもらおうと存じまして、この子をよそへやる気はないかと聞きますと、 実は持て余しているところだから、かたお承知でもらってくれる親切な人があれば、どこへでもやりたいと申します。それでは一度相談してこようと約束して帰りまして、その足でおつがのところへ行って相談しますと、隣の富蔵はあいにくおりませんでしたが、おつがはその話を聞きまして、それが全く商売になりそうなものならば、 富ミさんも承知してくれるかもしれないから、ともかくもその因果物を連れてきてみせろと申しました。それでとうとうその赤ん坊を取ってきたのかおめえも無慈悲な男だなあ。と、半七は苦に々がにがしそうに言った。重々恐れ入りましてございます。無慈悲はバンバン承知しておりましたが、何分にも、 背に腹は変えられないと存じまして、お北の方へは良いよ,いように話をしまして、ともかくもそのお肉を受け取って参りますと、ちょうど途中で才造に会いました。松若は私の宿へ訪ねてくるところでございましたから、これは幸いだと存じまして、荒ましの訳を話して、その子をお津の家へ届けてくれるように、 松若も私と一緒に行ったことがあるのでおつがの家はよく知っているはずでございます。それは二十六日の宵の五つ少し前でございましたが松若はそれぎり帰ってまいりません。どうしたのかと案じておりますとそのあくる日の昼過ぎにおつががまた押しかけてまいりまして。 あの因果のはどうしたと催促いたします。ゆうべ松若に届けさしたと言いましてもなかなか承知しませんで、いろいろ面倒なことを申しますので、私もいよいよ困り果てました。そればかりでなく、だんだんその様子を見ていますと、おつがはどうも才三と訳があるのではないかと思われるようなところもございますので。 私もなんだかいまいましくなりまして、今思えば、実に恐ろしいことでございます。いっそ富蔵とおつがを殺してしまえば、誰にもいじめられることはないと存じまして、夜店で買いました小刀を懐に入れて、昨晩の夜更けに稲荷町へそっと忍んで参りますと、案の通りおつがは、 隣の家へ入り込んで、富蔵と差し向かいでむつまじそうに酒を飲んでいました。私はカッとなって、すぐに飛び込もうかと存じましたが、何分にも相手は二人でございますから、なんだか気遅れがして、しばらく様子をうかがっておりますと、二人はだんだんに酔いが回ってきまして、つまらないことからけんかを始めましたが。 おつがも効かない気の女ですから、とうとう立ち上がってつかみ合いになろうとするはずみに、そばにある安藤を倒しました。富蔵はもう酔っているので、自由に身動きもできません。おつがは慌ててその火をもみ消そうとしましたが、これも酔っているので、思うようには働けません。ただうろたえてまごまごしているうちに、 火はだんだんに広がって、おつがの裾やたもとに燃え尽きました。私はあっけに取られて眺めていますと、おつがはもう体中が一面の火になってしまいまして、その当時の凄惨な光景を思い出すさえ恐ろしいように、一丸太夫は身震いした。いゆいたての天神曲げを振り壊して、 白い顔をゆがめて歯を食いしばって火あぶりになって内中を転げ回って苦しみもがいている女の姿は私のような臆病者にはとても二目とは見ていられませんので思わず目を塞いでしまいますとおつがももうたまらなくなったのでございましょうかまちから土間へ転げ落ちたような物音が聞こえました。 私ははっと思って再び目を開きますと、おつがの燃えている姿は井戸の方へ。体の火を消すつもりか、それともいっそひと思いに死んでしまうつもりか、それは私にもよくわかりませんでしたが、ともかくも井戸端の上で火の粉がパッと散ったかと思うと、おつがの姿は、 もう見えなくなったようでございました。富蔵はどうしたのか存じません。もうそのころには家じゅういっぱいの火になっていました。その騒ぎを聞きつけて近所の人たちがバタバタ駆けつけてきましたので私もどう失いましてここらにうっかりしていてとんだ巻き添えを受けてはならないと。 前後の考えもなしに、あの稲荷のほこらの中に隠れましたが、もしその火が大きくなってこっちへ焼けてきたらどうしようかと、実に生きている空もございませんでした。幸いに火は一軒焼けで静まりましたが、大勢の人が火元を取り巻いてわやわや騒いでいるので、いつまでも出るに出られず、 私も途方に暮れているところをとうとうお前さんに探し当てられてしまいました。安藤を倒した時に私も早く駆け込んで一緒に手伝って消してやればよかったのでございましょうが私はただびっくりしておりまして。びっくりしていたばかりではないそこに残酷な復讐の意味が含まれているらしいのを。 半七は想像し,しないわけにはいかなかった。おめえが直に手を下ろさないで、おつがも溝も一度に片付けてしまえば、こんな世話のねえことはねえ。と、半七は皮肉らしく言った。だが、おめえも罪な人間だ。再蔵の松若は、おめえの使いに行く途中で凍え死んでしまったぜ。 松若が死にましたかがしにたと一丸大夫はさらにその顔を青くしたそのにっこを抱えていく途中であんまり酒を飲みすぎたせいだろう暗い酔ったままで鎌倉菓子にぶったおれてかわいそうに小え死んでしまったんだ鬼っ子に別条はね親元が分かったらこっちから渡してやる おめえにうっかり渡してまた何かの種に使われちゃあたまらねえから。一丸太夫はもう一言もなかった。彼はゆがんだしわずらを灰色にして死んだもののようにうずくまっていた。長い牙を持った因果物の赤子は生みの母のお喜に引き渡された。は、 表向きに彼を罪にすべき角もないのでただ叱り置くというだけで許されたがすぐに宿を引き払って故郷へ帰った。それから後の江戸の春に一丸太夫の漫才姿はもう見えなくなった。